今日紹介するのはこの合理主義の子供ご紹介、こちらカーシー博士の Please Understand Me 2より炎症、塩の沼と書いて、はい、まあ、この炎症っていうのはなんか川と海が交わるぐらいのような、はい、みたいなところにできる沼っぽい、川っぽい、海っぽいところだと思ってください、はい、炎症があった、その端に立って魚を釣ったものだ、私はそこに鳩場を建てようと提案し、仲間たちに沼地の近くに新しい家を建てるための大きな石の山を見せた。そこで夕方、私は遊び仲間の何人も集め、彼らと一緒に熱心に働いた。翌朝、職人たちは石がないことに驚いた。調査が行われ、私たちが発見した、まあ、その場所ですね、は発見され、文句を言われた。ベンジャミン・フランクリン。多分なんか NT さんが、はい、そういう場所を発見して、真っ先に新しいことをやろうとして、はい、大人たちに見つかってみたいな話なんですかね、はいはい、ガレノスはプラトンが言う合理主義者を極単重質かっこ憂鬱質と呼んだが、これは4つの気質の中でこの NT が冷静なもの、静筆なものであるからに違いない。そしてこの冷静沈着な性質は最初から現れている。 NT 型の幼児はどちらかというとじっとしていて自己完結しているように見えることが多く、他のタイプの親を困惑させることがある。さらに理性的な子供、特に控えめな子供は愛情表現ができないか、少なくともしたがらないかのようによそよそしく見えることがある。しかしこのような子供が感情的でないことを意味するのではなく、この静かな自己保持の裏には感情をコントロールしようと努力による緊張があるのであると、まあ、そんな子供、はい、まあ、確かになんか子供たちがわーって遊んでるところで、はい、お母さんの後ろでずっとそれを見ている子供もいますよね、はい、まあ、それ内向、あ、内向外向もあるのか、はい、そっか、はい、合理主義者もまた出来事を予測しコントロールしたいという強い欲求から緊張を感じる。NT は戦略的な役割を果たすために生まれてきたが、コーディネーターやエンジニアのように行動する方法を教えてくれる人はごくわずかだ。これは多分 E 型と I 型を分けてますね、多分、はい、コーディネーターとかエンジニアっていうのは多分、はいはいはい、あの ENTJ とか、うん、ENTP みたいな人たちのことを指してるんだと思います、はい、人口の 6% にも満たないNT は模範となるような親や教師が一人もいないため、まあ、周りにはいないため、フィールドマーシャル、マスターマインド、インベンター、アーキテクトといった役割のバリエーションを学ぶのはほとんど自分一人で、どんな進歩も自身の実験や推測からもたらされる。しかしアーティザンの大人、これは SP ですね、は戦術的な役割のモデルを提供することでNT の子供たちを助けることができる。なぜならこの合理主義者の子供たちは、 NT の子供は通常戦略の他にスキルをレパートリーに具体的なテクニックとしてこの加えたい、知識だけじゃなくて、まあ、スキル的なものも、スキルも身につけたい、はいはい、一方この後方支援的な役割のモデルを示す SJ ガーディアンの親は、理性的な子供が無関心であることに失望すると、これ大丈夫、はい、とは思いそうです、はいはい、この子何も興味を示さない、まあ、ちゃんと社会に溶け込んでみたいな話じゃないですか、やってほしい、はい、クラスのみんなと仲良く仲良くしてほしい、はい、のに私が面白いと思うことを面白いと思ってくれない、はい、でずっと引きこもってるみたいな、これは恐怖ですよね、はい、NT はごめんなさいね、私は間違えたかもしれません、すいません、粘液質のようです、すいません、あ、確かに一番簡単にできるのが共感、難しいのが合理性で、 NF の人は思うのは分かります、共感力が高いのは羨ましいですと、共感力が高いと思ってるだけですよねそれを共感力っていうのか、はい、共感力が高い、共感したいって言ってるだけですよね、共感したいって言ってる、なんか別に共感力は高くないですよね、
合ってないんだもん。合ってることもあるんじゃないですか。合ってることもある。あの多分相手が T じゃなければ合ってることもあると思います。はい、はい、とっさに出てくるのは共感と思ってはいるけど推測かもしれないとっていうのを F の民はそう思っていくべきですね。でこの NT の子供たちはいくら片付けなさいって注意しても自分の部屋や服の手入れは不規則だと。ある時は秩序を保ち、ある時は無秩序を支配しますと。おそらく彼らの部屋で最も多いのは見かけ上は混沌としている状態であろうが小さな理性は宝物一つ一つがどこに置かれているかを知っている可能性が高い。彼らは石、動物の工芸品、コイン、切手、蝶など幅広いコレクションを持っている傾向がある。技術的な文書や分類が必要で収集できるものなら何でも NT の子供にとっては魅力的であると。この合理的な子供は、まあ、合理的な人は非常に幼いうちから、中には3歳4歳の幼いうちから創意工夫を働かせ、その賢さと創意工夫によって自尊心を高めていく。しかしどんな工夫でもいいわけではない。理性的な子供は大人と同じように技術的なことに明るくなければならないのだと。小さな NT はビジーボードやあらゆる種類の工作セット、積み木、レゴなどが特別好きで、その中でも男性はほとんどのどんなものでもそれを武器に変えてしまうと。もう少し大きくなると NT の子供たちは化学セット、電子機器セット、エレクターセットなどを欲しがり、さまざまな構造や機能を試すようになりますと。チェスなどの戦略ゲームにも興じるようになり、アーチェリーや空手に興味を示すなど新しい武器に目を向けるようにもなると。そしてもちろんビデオゲームプレイヤー、またそのコンピューターは理性的な子供たちに手を伸ばさせ、それを決して離さないと。 NT の子供たちは任天堂の最新アドベンチャーやコンピューターアニメーションの学習で何日もかけてマップを覚え敵を倒す。これらの戦略的な操作をマスターした時、 NT の子供たちがどれほど誇らしげになるかを目撃してほしいと。しかしこういったハイテクを駆使したアクティビティが自分たちの手に負えないことに気づいた時の彼らの苛立ちを観察してみよう。彼らはどれほど恥ずかしく感じ、その時に自分の愚かさを責め始めていると、うん、大変はい、結構 NT で生まれてくると、はい、まあまあ、 あの説明書が分厚そうですねはい、はい、大人が作ったそういうので、はい、理解できないってなると、はい、自分は愚かだ、はい、まで行くんですね。でもっとやらねばになる、ま、それが楽しくてふつふつと燃えてるんですかね。まあ物によるんじゃないですか。大将なんか NT の毛もありますね。やっぱり僕パソコン買いましたからね、小学生の時。ああ我々の時代では珍しいですよね。はい、Windows とかまだない時代です。はい、わかります。はい、9万8000でしたっけ。 PC6 万、はい、9800とか、はい、はい、僕も高校中学校の時にツレンチで三国志をやってましたね。それで、はい、小学生の時に買いました、はい、買ってもらいました。やっぱりそこもお兄ちゃんが、はい、NT っぽくて、はい、パソコンに興味があって、はいはい、フロッピーが何個かあってみたいな、はいはい、なんで買いました。パソコンがやりたかったからですよね。だってもう僕らが小学校の時はファミコンありましたよ。はい、ファミコンじゃなく、ファミコンもあったけど、ファミコンもあった、ファミコンも3台ぐらいあったけど、パソコン、はい、なんで欲しかったんですか。なんで欲しかったんですかね。パソコンやりたくてしょうがなかったんですよ。僕パソコンのパの字も知りませんよ。はい、小学校の時なんてパソコン欲しいって言ったら喜んでましたしね、親父とかああまあ、はい、見込みあるなとは思いますよね、はい、いやなんかそういうのがね、はい、エッチなやつから始まるのは分かるんですよ、中学校ぐらいから。はい、はい、パソコンでなんかそういうのがあるらしいよみたいな。エッチなやつ逆にないですからね、その時代のパソコンには。ああそうなんだ。はい、これが NT さんなんですね。はい、 NT の子供の説明、4つの次元にばらすと正直 N っぽくないと。あ、工具や積み木、新しい武器が N より S っぽいと。 SP そんな説明ありましたしね。うん、武器の扱いが得意だとか、
でもそれなんか多分こっちの習熟の方ですよね、はい、多分そっちですね、武器の使い方、使い方、多分 N の人はなんか武器を仕組みとかなんかまあ新しい武器とかね、はいはいはい、あとやっぱりそのドラクエの武器ってすごいワクワクするじゃないですか、はい、武器屋に行って、はい、で鳥山明の絵で鋼の剣とか書かれていると、はい、あれはちょっと興奮しますよね、はい、あれこれは NF なのかな、それはまた違う、また違う話なのかな、はい、いやだからなんかその武器に興味を持つっていうのはすごいわかるなとは思うんですよ、はい、外交ではないが興味がいろんなところに行くと、はい、まあ、知りたいですもんね、はい、未知のものは。でこの親はですね、まあ、先ほどの説明では何かできないことにぶち当たった時、この NT の子供たちは自分の愚かさを責め始めているなんてあったんですけど、はい、そのため親や教師は理性的なこの NT の子供たちに、その NT の子たちが自分には無理という課題を与えたり失敗を批判したりするのは賢明ではないと、他のどのタイプよりも NT 型の子供は自責の念が強く、自分を誇らしいって思うためには自分が賢いと感じなければならないと、失敗が多いと自尊心が損なわれるため、このタイプの子は特に傷つきやすいので、言語発達は自尊心 と、その不全感、自分が不全であるっていう両方から それが特別の原因となりうると。理性的な子どもたちの中には言語的には早熟で、学校に行くずっと前から読むことを覚え、非常に早くから多くの語彙を使って話すことができる子どももいる。だが例えばアインシュタインは文章全体を言えるようになるまでは話すことを拒み、両親はそんな話を拒んでいる彼を心配したと。親や教師は NT の子どもたちが助けを求めたら助け、それは褒めるのか助けるではないと、励ましを与え、励ましと褒めるが違うんだ、はい、あもうこれは F には分かるのかな、わ発達レベルに合った遊びや教材を与えることで、はい、子供が自尊心を保ったまま成長できるように配慮しなければならないと。褒めるのではなく励ますって何ですか。褒めるはよくできたねですよね。励ますは頑張れ、頑張ろう、はい、あ自分で考えてこれが勉強したいと思った、はい、うん、ならあそんなこと考えるんだすごいねじゃなくて、はい、あじゃあやったら、うん、頑張ったら、うん、ぐらいぐらいかどうかあれですけどもうちょっと、はい、それができるように応援するみたいな感じじゃないですか。あなるほど、はい、なんかね共同組合組、はい、NFSJ、はい、これこの辺ちょっと重要ですよね。はい、はい、子供が NT だと思ったら、はい、ぜひこの褒めちゃいけない、はい、すごいねって言っても、はい、何がすごいのって感じてくれないんだこの親の気持ち、はい、愛してるようじゃないですかこれは、はい、それってすごいかどうか関係ないんじゃないのって話ですよね。そんな目で親を見るのかとも思いますけど、はい、そうなんでしょうね、はい、ちょっとなんかそんな子供を誇らしく思ったりもしてるんですよ。はい、多分こう手助けじゃないですか、それをやるためのサポートみたいなことだと思うんですよね、はい、なるほど、はい、戦略上必要から武器に目が行くのが N で、武器の戦術的な使い方やテクニックに目が行くのは S のイメージですねと。レイリーさんごきげんよう。 SP が戦術ですもんね。 SJ は SP は戦術です。はい、はい、その場でどうするか、いかに使いこなすかですよ、はい、その場でね、はい、その場でというか、まあ、武器自体、あごめんなさい今なんか戦場の話をしてました。戦場いかに当てるかですよね、はいはい、だってもう NT さんそこにいないですもん、はい、あいちゃダメな人だと思ってるので。 NT はいかにこの銃が効率よく発射できるかみたいなところに意識が向いて、もう先に考えてる人ですよね、はいはい、で SP はこういかに当てるかをトレーニングするみたいな、はい、NF もそこにいちゃダメですよ、はい、NF はもっと向こうの方で、外交です、ね、外交でちょっと、ねはい、外でね、はい、NT キッズ励ましはただのプレッシャーですねと。あだから、まあ、サポートみたいな感じじゃないですか。それができるように応援する、はい、応援も応援してるよっていう言葉の応援じゃなくて、はい、なんか本当にじゃあこれ買ってきてあげてよとかパソコン買ってきてあげてよとか、今僕はねそれを一生懸命しようとしてるんですけど、はい、だから、はい、パソコンも買い、はい、マイクラを買い、はい、
本当はなんか今やってるとか聞きたいんですけど、はい、もう聞かないようにするのが必死で、はいはい、だからそこを求めてるかどうかですよね。行ってきたらですね、じゃあ、はい、行ってきたらじゃないですか。頑張ります。お前ならできるだけじゃなく合理的な理由を添えてほしいんじゃないんですかね。うん、多分そうだと思いますよ。言葉だけじゃなくて、はい、なぜならですよね。なぜならbecause because I love you じゃダメなんですね。はい、なるほど。おーすげーじゃんって言っとけば NT は満足してくれると。やり方に口出されると親だろうと議論するかって感じになると。最近 SJ 妻と NF 夫で、はい、NT 子の口出しはしないとこうねっていう話はするようにしてます。はい、もうほっとこって、はいはい、勝手にやるからって、はい、やるまで待とう。ホトトギスですよね多分ね、はい、NT キッズは頭がいいから生かすも殺すも親次第のところがありますねと。興味を肯定し環境を作ってあげること。はい、多分そこまで多分そこそこまでそこですよ。はい、そこまで、はい、